ここはジョージとの3階です。作っていきます。じゃあ、初音ちゃんは箱をデコります。私はバースデーカードを作ります。グッ、よしよし、やろう。さっきの筆なんですけど、あ、さっきの筆買ったんだ。いや、いいね、もう心置きなくコロコロにできる。先ほど飲み切ったブドウジュースに。あ、そういうことなのね、それで、パリとかないのでこちらでお願いします。ありがとうございます。すごいサバイバルな高速。面白い、これこれこれと。今箱が塗り終わりました。イエーイ、イエーイ。デコっていきます。ルンルンはどうですか？まだ全然何も思いついてないけど、あ、でももうなんか結構いい感じ、晴れてますね。やった、いいね。できました。見てください。大丈夫か？じゃんじゃん、わー、かわいいでしょ。いい感じ、かわいい。側面もちゃんと絵が描いてあります。ピヨピヨしてる。ナイスナイス。ピヨ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 、リボン、あ、リボン、かわいい、かわいいよ。この中は待って、本名言ってるんですね。中はルンルンの作ってくれたコラージュのカードで、箱が私が絵の具とかシールとか貼り当て描いたりしました。イエーイ、いい感じではないかね。喜んでくれると願っている、願っている。コーラルピンク担当のサイノムムです。今日はわたげちゃんのお誕生日サプライズということで、私はカップケーキにデコレーションしていきたいと思います。喜んでくれますように。バイバイ。ではスタート。今からわたげちゃんのバースデーカップケーキを作っていきます。そしたら、食べ物も使えるこのバッグをここを切って裂いていきます。で、1枚にして裂いたやつを iPad に設置していきます。ビニールが設置できたら、その上にチョコペンで描いていきます。チョコペンでの描画が終わりました。わたげちゃんが描いたわたげちゃんイラストと、こっちはわたげちゃんが描いたお豆ちゃんをなぞってみました。パレットの無限マークとか、あとはキキララのハートも作ってみました。じゃじゃーん、こんな感じで完成しました。かわいい我ながらかわいい真ん中のわたげちゃんとお豆ちゃんがお気に入りです。私たちがわたげちゃんと出会ったのは2022年5月のこと。アイドルとして集められた私たちは当時猫をかぶっていました。それから一月、また一月と時は流れ、少しずつわたげちゃんの本性に気づいてしまいました。わたげちゃんは面白いことが大好きでたくさん笑います。ちゃんの笑顔が私たちは大好きです。今日は何の日か知っていますか？わたげちゃんのお誕生日の4日前。わたちゃん誕生日おめでとう。いつも優しくて、隣に悩んでる時に隣に寄り添って一緒に考えてくれるわたちゃんが大好きです。
一年にしてね。バイバイ。ぴよぴよ。わたげちゃんお誕生日おめでとう。素敵な一年にしてね。バイバイ。わたげちゃんお誕生日おめでとう。なんかすごい忙しい時期にかぶっちゃったけど、あの終わったらみんなで美味しいもん食べようね。おごるよで衣装班とかデザイン班とかアイドルとか大変だけど一緒に頑張ろうね。お疲れ様。またね。いい1年になりますように。わたげちゃんお誕生日おめでとう。わたげちゃんとはパレットで出会ったとは思えないくらい、もう本当に双子だったのかって思うくらい共通点が多くて、もう本当にずっと一緒に話してる時はゲラゲラ笑ってる記憶しかないし、一緒にいてて本当に楽しいです。これからもキキララとして一緒に頑張ろうね。わたげちゃんにとってこの1年が素敵な1年になりますように。おめでとう。わたげちゃんお誕生日おめでとう。わたげちゃんは今年で500歳ぐらいの誕生日かな。おめでとう。私もそろそろ500歳だから、ちょっと芸祭で腰をやらないように頑張ろうね。じゃあね。みんなにね、動画を出せ出せ言ってたら、私がね、撮るの忘れちゃって、今急遽エレベーターの中で撮ってます。わたげちゃんはすごい、よく笑うし面白いし、結構くだらない話にも乗ってくれて、結構わたげちゃんのおかげで楽しく活動できているので大感謝です。ところで、お誕生日動画楽しんでいただけましたでしょうか。まあ、楽しんでいただけたようならよかったです。それじゃあわたげちゃんお誕生日おめでとう。
コトリコトリ一人だけ首がうまいよコトリめっちゃそれした素敵コトリコトリみんなうまいよコトリみんなそれしたコトリコトリコトリいつまでやってんの